ああ、100S さんいらっしゃい。いらっしゃい。ちょっと待ってね、今からね、出ます。一応ある程度準備しておいた、会社で。あとはね、装備するだけで、きれいにしてきましたんでね。ガサガサ、あ、とゆきさん。ちょっと、今さ、イヤホンがさ、こんがらがっちゃってるじゃん。お守り持ってきた。あ、とS123。うん、お守り持ってきた。よし、じゃあ出発しますよ。多分ね、10分ぐらいで着くと思う。10分ぐらいで。そんな遠くないんでね。じゃあ、レッツゴー。月がね、すごい気持ち悪いんですよ、今日。月が。火を持ってきた。大丈夫。あるよ。持ってきたよ。ちなみに、あそこ通るから、やばいという言われてた、この写真は消してくださいって言ってたところの道を通って、その後、女の子の霊がね、映った。ここね。ちなみにここね。ここ。先週かな？スターシュポットの水持ってきた。あと S100。持ってきてない。それは持ってきてない。今ここね。今ここ。そう。今ここです。呪われるかな？なんか呪われるって言ってたよ。あんまりね、検索、あんまり、やらない方がいいって言ってたね。でもとりあえずはね、普通に通ってる分には大丈夫だって言ってたけど、どうなんでしょうかね。で、この先が、いたずらっ子の女の子の霊が出た場所。また画面がゆらゆらしてるね。ファンスト空いてきた？ファースト家に置いてきた。よいしょ。またガソリンが入ってないから言われちゃうかな。でもガソリンスタンドの隣にあるからいいかな。ちなみにね、ここですね。このトンネルね。このトンネルです。前ほどゆらゆらしてないわ、とゆきさん。あ、ほんと？前ほど平気？ほんと？恐竜持ってきた。持ってきてない。もう荷物がさ、もう機材だけでさ、すごいからさ、最近。めちゃくちゃあるからさ。重たいし。なかなか重たいのよね。何が重たいって、HID ライト？あれが一番重たい。あと、デジカメも重たいじゃない？で、スタビも重たいじゃない？重いもんだよ。で、ほら、HID ライトのさ、バッテリーも重たいじゃない？前見せたじゃない？うわ、怖。何これ。どんだけあれ？どんなにあるチャリンコ？びっくりした。宇宙人が来たかと思ったよ。見てください。ラコラコ、あとみはるさん。あ、みはるさん、お疲れ様、いらっしゃい。ラコツラとゆかさん。あ、ゆかさんいらっしゃい。今ね、向かってますんでね。もうそんなに時間かかんないと思いますよ。前々回の心霊スポットをね、一瞬ちょっと回りましたけどね。まあ、とりあえず何もなかった。今日月が気持ち悪いんだよね、月が。すごく月が気持ち悪い。なんか、半分、上半分が見えてるみたいな感じです。気持ち、あ、青だ、行け。青だ。よいしょ。なんかすげえ変な感じだな。何かあるんだ。あとゆきさん。何かあるんかな。虫かごとかご。持ってきてなかった。今どこ？今ね、大和市だよ。大和市。虫か、そうだよ。絶対カブトムシいるもんね。カブトムシも探す？なんだろう。ガーゴイル探すついでに。今俺逆通ってきたばっかなんだけど、これ。今、トラックで逆通ってきたばっかなのに、また向こう行くっていうね。すごい変な感じ。普段さ、ほら、トラックで走ってるからさ、車高が違うじゃない？高さが。すごい気持ち悪いもん、今、乗用車で。ほんで、乗車のものとかめったに走んないからさ、ここはね、山鶴トンネルっていうところですね。
まあ、特にここは別に心霊スポットでもなんでもないんですけど、うん、山鶴と思います。悪魔の話は分かった、 UFO の話がよくわからない、あと S100 なんだよ。UFO はつながりつながり、そう、まあ関係性言われたらどうなんだかわかんないんだけどね、関係性を尋ねられたらわかんないんだけどね、空いてるな、なんかお腹空いたんですよね、すごくすごくお腹が空いた。この間ビーム浴びたって言ってなかったっけ、あと S100 ん？この間何？飴舐めた？そんなこと言ってない？あ、この間ビーム浴びてた。ビーム、ビーム、ビーム。ビーム。そうそう、ちょっと待って、もうちょっとね、ここだ、この辺がそうなんだよね。この辺がもうすでにね、ヤマトの、その、泉の森っていう。まあ、もし詳しくはね、あの、番組のね、詳細に書いてあるんでね、もしよかったらご覧ください。番組詳細に書かれてるんでね。よかったら見てください。まか不思議なね、場所なんでね、すごい気持ち悪い、このなんか車高の低さ感が、すごい気持ち悪い、スポーツカー乗ってるみたいな、スポーツカーじゃないけど、で一応その大和のこの泉の森っていうのは今国道246なんですけど、この246をまたいでるんですよ、その陸橋がねちょうど今目の前に出てくるんですけど、ここの陸橋をまたいで隣の町、あ、本当。一応ね、高画質にはしてるんだ。そう。新年配信の時はね、一応高画質に書いてます。うん、普段はね、その1個下ぐらいにしてますね。そう。この左側がそうですね。左側がそうです。じゃあね、つきますよ。いや、暗いな。これ暗いな。いや、暗いわ。いや、暗いよ、これ。暗いなぁ、まあいいか、一応ね、ここに止めちゃいます、私はここに止めちゃいます、ここ、あ、でも乗用車これ平気だな、おい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 、ここでいいか、なんかさ、最近これすごい変な音するんだけど大丈夫かな、これこれ引っかな？髪切った？髪切った？髪切ってないよ。どうした？おい、髪切ったって。何？どうしたどうした？どうしたどうした？ちょっと待って。じゃあ準備するね。これ大丈夫かな？それか、あっちにしようかな。道路が見えてる方がいいかな。あ、なんか車。親のいびきうるさくて、一さんの声聞こえる。マジで？本当に？イヤホンしない、イヤホン。ほよちゃん、イヤホン。イヤホンない？イヤホン。ここね、一応ね、トラックステーションってとこなんだ。多分長期。イヤホン苦手、ほいわ、ほいわ。ん？イヤホン、あ、イヤホン苦手なの？ほんと？イヤホン結構するとね、あれだから、結構聞こえやすい上にね、ね、聞いてはいけない声が聞こえるかもしれない。そう、聞いてはいけない声が聞こえるかもしれない。ここでいっか。ね。まあこのね、まあ、ガソリンがなくなってもね、隣にね、スタンドがあるんでね。じゃちょっとね、準備します。よいしょ。ちょっとイヤホン、なんか、よいしょ。UFO、一人、ウェルカム一人、がコミュニティをフォローしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとうね。ありがとう、ありがとう、ありがとうね。準備しますんでね。いやー、暗いわ、やっぱり思ってた通りね、暗い、思ってた通り暗い。まあでもね、私にはね、最強のライトがある。レイさん来ないのかな、とゆきさん、レイさん来ないのかな、どうなんだろうね、わからん、ちょっとレイさんいないのちょっと心配だよね。初見 RT から、あっとかやこ、あっとかやこさん、あーかやこさんいらっしゃい、ゆっくりしてってください。イヤホンって耳がかゆくなるんだよね、あっとゆかさん、あー確かにね、エドさんも、ゆかちゃんいらっしゃい、あっとゆきさん、うん、エドちゃんも確かにね、じゃあ
あれやっといた。スキンガードしといた。スキンガード。スキンガードしといたよ。よいしょ。ミニライトも装着でしょ。絶対怪しいだろこの格好マジで、ね、見せてあげたいよマジで。俺ねはっきり言ってね、作業着着たおっちゃんがねこんなねデジカメ首からぶら下げてね、わけわかんないでかいライトを肩にかけて、ちっちゃいライト持ってスタビライザー持って、コーヒー準備してきますラブユアット。はい、了解ですよ。もうすぐ出れるけどね。よいしょ、怪しいです。全然聞こえないほよ、あっとほよさん、草むらからブリッジで這いずってくる女は出ましたか、あっとかやこさん。ん？何か言った？何？草むらからブリッジで這いずってる女性でも、怖い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 、全然聞こえないほよ、本当？全然聞こえない？何かいい方法ない？何かいい方法、何かいい方法ないかな。よいしょ、よいしょ、ではね、よいしょ、スタビライザー装着します。よいしょ、ガソリン少ないね。ごめんね、なんかちょっとプツプツなし。暗いですね、あっとケイニアンさん。声でかくなった、あっとケイニアンさんいらっしゃい。声でかくなった。ほんと？近くなったからかな。もうこんなもんかな。こんなもんかな。よし、いっか。大丈夫だろ。右のメーターが泣き顔になってる。あと S 逆に怖い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 。よし、じゃあみんな行くよ。じゃあ今からね、泉の森潜入します。よし。心霊配信歴はどれくらいですか。心霊配信歴どうだろうな。いや、まともにこんなにやってんのはニコ生だから、以前ね、別サイトでもちょこっとやってたんですけど、ここまでね、頻度多くはやってないですね。うん。配信歴はまあ3年ぐらいですけど、行ってらっしゃい。うん、行ってらっしゃい。ではね、皆さん行きますよ。ね、準備はいいですか。よいしょ。はい、じゃあ行きまーす。あれ？俺懐中電灯どうしたっけ？懐中電灯どうした？あれ？懐中電灯どうしたっけ。懐中電灯どうしたっけ。俺懐中電灯どこ行った。じゃあ寝ます、寝ながらあっとゆきさん。めちゃダメ、めちゃダメ。あったった、よいしょよいしょ。一応ね、懐中電灯はね怖いんだよね。二刀流です。行くぜ、よし行くぜ。 でしょ、これここからね、一応小手半が見えなくなっちゃうんで、スマホなんですいませんけど、もしあれで出したらなんか分かりやすい感じで作れるかな。ありがたいんでね。じゃあ行きまーす。よいしょ。一応ね、ここが国道246ってことですね。気をつけて。了解です。気をつけていきましょう。気をつけていきましょう。よいしょよいしょ。よいしょ。一応ここは無料の駐車場なんですけども、ちょっと待って、あれだし、コメントがこれか。よいしょ、ついてついてるついてるよ。来たぜ。あ、デオさん来た、デオさん来た、よかった、デオさん来た。あ、ほよさんがコメントつけて引用しました。これ見てる。ありがとうね。ツイッター拡散。ありがとう、ほよちゃん。よし。デアさん来た。よかった。一応ね。他に人がいるから安心ね。消すとこんな感じね。
でね、一応今日はね、ナイトモードのね、一応電気持ってきたんで、それがどう？暗っ。ここは暗っ。これは暗いわ。言ってた通りだわ。言ってた通りだ。ここ駐車場でしょ？あ、地図あった。初見です。いらっしゃい。初見です。前の明かりは？ん？ここ？今ね、あれ。あそこです。あの、ヤマトのね、泉の森公園ですね。うん、誰かキャンプしてる人。今なんか、車が止まってないからいないかもね。うん、自販機、駆けつけ3枚。そう。まあ、いいか。多分こっちだと思うんだけど。うわー、ここは、ここの役はね、あのね、自殺者がね、多発してるらしいです。自殺者が。ここは暗いわ。確かに暗い。確かに暗い。わかるわかる。真っ赤になるんだっけ？レートの振り上げ。怖い怖い。いやー、ここは、ちょっと待って、あれ使っていい？あれ使っていい？ちょっと二刀流するわ。これは暗いわ。え？ライトの中は中心か。ちょっと待って、これどうなってんだ？え？どこをどう行くんだ？あ、あれがある。うわぁ、暗い暗い。確かに暗いわ。迷いの森。本当だよね。迷いの森だわ。待ってた。早速もう、樹海。うん、そう、一応ね、樹海チックなんですよ。吉江がいるかも。本当に？やっぱあの、森の中を抜けていくみたいだね。木とか手に打つ。この辺ですでに誰かし、本当に言ってる？これはすごいよ。これはすごい。こっちか。こっちだな。ちょっと周りをゆっくり見渡してみて。首吊り派遣サンドバッグです。誰か立ち寄せるんですか？いや、この時間いないでしょ。この時間はいないでしょ。まあ、こっちです。いらっしゃい。一緒に行きたい。一応ね、あのね、246って大きな道路が左側に走ってるんでね。雲の巣がすごいね。うわぁ、これね、確かに暗いわ。確かに暗い。一緒に行ってビビらせたい。本当に？一緒に行ってビビらせたい。確かに。呪音で聞いた気持ち悪い声って、この怖いね。確かにね。一緒に行って釣りたい。どっちだと思う？前。左。右。虫除けしてきた。うん、虫除けしてきたよ。虫除けしてきた。右？右？もうまっすぐ行っちゃった。右行ってきちゃった。まず大丈夫かな。ここはすごいわ。ここね、あんまりね、
あんまり人来てないんですよ、ここって。配信者、心霊配信者。あなた、行かれてない、行かれてない。大丈夫、大丈夫。虫がすごい。まあまあ、しょうがないな。よう行くな。水晶割れて、うん、大丈夫だよ。今のところ割れてない。周囲の匂い。周囲の匂いはね、とりあえず、無臭かな。とりあえずは。とりあえずは無臭な感じかな。ガーゴイル取ってほよ。ね、ガーゴイルで出てくるかな。タンスにゴンって言ってタンスにゴンって言ってほしかった。いやー、これ HID じゃなきゃダメだわ。このライトじゃなきゃダメだわ。これこっち行ってみようか。ん、真っ暗、ミハー、真っ暗、真っ暗。うわ、強烈だなこれ。強烈だこれ。右に何かあるぜよ。おお、車の音が、うん、まあ確かに車がね、ここ違うな。ちょっと降りてみる？とりあえず。ん？もう通り過ぎた？本当？ちょっと写真も撮らなきゃね、写真も。あのね、ライトがあまりにも強すぎちゃってね、虫がめっちゃ寄ってくるんだよね。今日こそお泊まりしなかった。怖い怖い。泊まり怖い怖い。ん？最初右側が気になった？ちょっとなんか違うな。思ったとこと違うんだけど。工事中生々しい。ライトにスプレーした？ライトにスプレー、あ、そっか、ライトにスプレーすればよかったのか。そっか。なんか家かな、これ。家かな。警備員、警察官の途中でしょ。あ、キャンプ場になってんだ。キャンプ場になってるらしい。泉の森売店。え、嘘でしょ？嘘でしょ？嘘でしょ？お墓があるんだけど。お墓があるんだけど。お墓があるんだけど。嘘でしょ。なんでこんなとこにお墓ある。お墓もあるぜよ。お墓もあった。なんかね、ゼウさんね、ここね、棒ん、お墓はいかん、わからん。至れり尽くせりの場所。これなんだろう。キャンプ場なのよ。ねえ。なんでこんな場所。本当だよね。そっとしとこう。オッケー。そっとしとこう。迷った、すでに。ねえ。迷った。やっぱ、右だったのかもしれない。さっき、仕事終わった。仕事は終わってるんだけど、いるなら出てこんかいって叫んでみて。自販機に目印じゃん。自販機に目印。13番。
ここ駐車場だね。あ、本当に？ダンボーラーはいないの？ダンボーラーいない。向こういつも猫いるのよ。うん。とりあえず猫を取るぜよ。とりあえず猫を取る。今日も見守ってくれてる。また猫。眩しいって。眩しいって言ってる。逃げちゃうかも。猫見つけるのうまいな。人慣れしてる。後ろ幽霊いるんじずね。本当？今赤いのが。赤いの多分ね、センサーだと思う。今赤いのだ。うん、赤いの多分センサーだと思う。ごめんなさい。じゃんね。ちょっと道間違えたかな。あっち、ちょっと戻ろっか。戻るっていうか、あっちの方向に行ってみようかな。ちょっと暗いから。ちょっと暗いな。すごいな。地図見よう。猫って現場行って脅かした。今何か動いた。本当に？すんごいもやってる。水源地3人を使う。レアキャンプ場。あ、地図あった。人が一の前を走った。本当に言ってる？現在地。逆か。第一駐車場。あ、向こうだ。向こうか。ん？配信妨害届け。うん、ないないない。今のところないね。今のところはないね。そうだね。木製だ。そうだね。向こうだね。そうだ。向こうだ。向こうですね。こっちちょっと暗いけど。どうなんだ。ちょっと待って。あれにしてみよっか。あ、ね、大変なことを思いついた。ねえ、大変なことを、大変なことに気づいた。大変なことに気づいた。あの、バッテリーとか入ってるカバン置いてきちゃった。バッテリーと、バッテリーとか、一万台。なんかさ、なんか、あれなんか、そういえばなんか背中が軽いな、今日、いつもより、あれなんか今日軽いなと思ったら、バッテリーとか入ってるやつ置いてきちゃった嘘でしょ。ねえ、ちょっとじゃ戻る。戻んなきゃダメだよ。だって今度バッテリー切れたら大変なことになっちゃいますね。最悪。いや、なんかそういえばなんか背中張り付くものがないなと思ったんだよ。本当だよね。窓、あ、大丈夫だよ。多分ね、あのね、トラックステーションのとこだからね。あのね、ん？スタートし、本当だよ。
本当だよ、もうせっかく来たのにまた戻んなきゃ。ノックしてやられるな、怖い怖い。てか逆にノックされた方も怖いでしょ。ノックされた方も怖い。こんなじゃない。いやなんかどうもさ、あれじゃない、これ今日ね、ナイトモードのやつを持ってきたんですよ。ナイトモードのやつを、それちょっと試しにやってみようかなと思って、カバンと思ったら、あれカバンがないと、カバンがないと、今日餃子はどこ出て、餃子はどこ出てますか。うん、横浜駅ですって言われちゃう。そうでしょ。じゃあちょっと、じゃあショートカットしようかな、ショートカットしようかな。ラーメン食べたい、ラーメン食べたい。わあ、やっちまった、マジで。もう道がわからん、うんうん、そう、老感じ。本当にですよ、さ。いやー、ここ怖い。うわっ！うわー、びっくりした。もうやめてよ。うん。どうしよう。来ないでしょ、ここ普通。いたとしたら。いたとしたら。虫、虫、虫。虫、すごいの。このさ、ライトにすごい寄ってくる。歩くの早い。ほんと？いやー失敗したな。まあ、いっか。じゃあ、ちょっと離れて、反対側行こう。一応ね、今日ね、もう一個予定してるんですよ。場所を。俺ちょっとさ、一丁の運動場、そうそう、街道さん。ここ怖くない？八王子は、うん、ヤマトにあるね、三号踏切ってとこがあるんですけど、そこ、帰りがてら寄れるんでね。いやー、ここすごい鳥肌が来るわ。ちょっと写真撮ろうか。ここの辺で。ねえ。写真撮ろうか。すんごい。そのあたり牛丼。本当？うわぁ。うわ、すごいのが、すごい感じだね。すごい感じだよ、ゼロさん、ここ。すごい感じだよ。確かに。ね、ちょっとマジで迷ったんだけど。こっちかな。寝てしまってた。あ、おはようです。おはよう。ちょっと、一車で木の上で待ってて。なんか今映ってたね、今ね。いやー、失敗したわ。マジで失敗したわ。ん？目が映った？深夜配信する人の夕飯とか、本当に本当にちょっとこれ一枚ずつ撮ってこっか。
猫みたいに反射してた。誰かいる。誰かいる。こんにちは。うん、カブトムシいます？この辺。今日の朝5時、4時半ぐらい飛んでた。ああ、じゃあやっぱ朝方じゃないとこの時間は飛んでない感じですか？雨降んなきゃいる感じですか？うん。なんかこの辺、この森ってなんか心霊的な噂って聞いたことあります？あっち側で首吊り多かったの。あっち側、うん、でなんか前に防空壕があるって聞いたんですけど、ずっと向こうの方で、いやもう埋まってないよ。本当ですか？わかりました。ありがとうございます。暗く、大丈夫ですか？暗くないんですか？いや、目慣れるよ。目慣れるよ。このサーチライトはマグナム？これマグナム、軍用のやつですね。HID の。あ、本当ですか？ 1万8000円。うん。ありがとうございます。すいません。怖っ、怖っ、怖っ。大丈夫かな？ね。怖っ。怖い、怖い。見て。人がいた。人がいたい。なんか気配すると思ったら人がいたい。本物の、ね、この前のルンペンに続いてね、2回目の人でした。うん。ね、思わずカブトムシって言われたんで、はい、カブトムシですって言っちゃいました。でもなんか首吊りの話聞いたでしょ、みんな。ね、首吊りの話。あるって。本当に？ね、首吊りはやっぱあるって、まあ、言ってたね。だから今カブトムシ知ってるさ。うん、知ってるんだね。いや、めちゃくちゃ暑いんだけど HID。 うん、なんで僕のかそう、本当びっくりしたわ、マジで。ちょっと待って、一緒にね。いや、でもいい人そうだったよ、すごく。すごくいい人そうだったよ。多分さ、トラックの運転手なのかもわかんないけど。こっちで。なんか帰ってきちゃったよ、ガオ。もう、最大の失態ですよ。なら同業者？本当に？同業者かな。反対の匂いする。うわ、虫がすごい。虫がすごいな。よいしょ。カバン。よいしょ。ちょっと待って。ちょっと待ってね。よいしょ。いやー。そうだね。車の音がまだあるから、あれだけど。なんてことをしたの？なんてことをしたの？マダガスカル、バットムーミンさん。犯罪の匂いがする？犯罪の匂いがする？本当に言ってんの？顔を覚えられたから気をつけないと、バット S、ムーミンさん。犯罪の匂いがする？ S さん、マジで？本当に？あそこで？ないでしょ、それは。それはないでしょ。カブトムシって言うんだよ。カブトムシって言ってきたんだよ、だって。カブトムシって。あ、NG コメントありがとう。じゃあ、またちょっと小手半がね。よし。時間、そうだね。
じゃあ行きますよ。第2弾ね。カバンちゃんと添えます。一応、なんだっけな。反対側の方行ってみましょうか。反対側。一応246をまたいだ反対側。位置のライトや、うん、確かにね。そうそう、これね、ゼロさん、これ軍用のやつなんですってね。うん、このサーチライトって。軍用のやつらしいですよ。で、これで人も殺せるって言ってたから。うん。そうそうそう。猛ダッシュで。猛ダッシュで。暗いね。まあ、これ今つけてるのは、これは普通の LED なんですけど。うん。女ですよ。なんか、これ。森の中がこれね。本当に暴ける？何かあった？あ、エロちゃんいらっしゃい。エロちゃんいらっしゃい。何かあった？特にない。特にはないよ。そうそう。特にはない。じゃあ写真は何枚か撮ったんだけど、あのね、虫がすごい。虫が。この中を今歩いてきた。投稿。そう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 。まだ何も来てないよ。そうで、まだ何も来てない。ただ、本物の人間がいてね、ちょっと話したぐらいかな。でもなんかね、右、あれが重い。カブトムシ、そう、カブトムシですか。カブトムシって言われたからね。そう。カブトムシですって言ってた。多分トラックの運転手だと思うんだけどな。だよ、だって見る？こんなかすごくない？これだよ。ねえ、やばそうでしょ。いやでもだ、今通ってきたとこはそこだって。今通って相当よく見えるでしょ。うん、さすがだよね。買ってよかったわ。カブトムシという気味つけ。結構歩くなぁ。結構歩くんだな、これ。絶対怪しいでしょ、こんな格好して歩いてるの。間違いなく怪しいでしょ、これ。うん、出しすぎ。ここね、246ってすごい飛ばすのよ、みんな。めっちゃ飛ばすのよ。多分さっき言ってた、そう、かなり広い。そう、かなり広いな。ここはさっき下いたとこだね。で、なんか奥だって、奥だって、首吊りがあった場所は奥だって。死んじゃうし、当たりや。俺に一銭も入ってくる。あの立橋ね、あそこの立橋を渡って反対側のこっちに行きます。防空壕は知らないって言ってたな。防空壕があるらしいんですけど、そこがね結構怖いですね。電波結構平気だな。防空壕が出る。そうだよね。防空壕は出るよね。もしかしたら防空壕がある場所は反対側かもしれない。すごくない？この交通量。ねえ、怪しいでしょ。ライトもね、もちろんつけてますね。朝まではしないけど、
どっちにしろね、なんだ、スタビライザーがね、2時間ぐらいしか持たないから、まあその一応2時間は予定してますけどね、あともう一枠かな。あともう一枠。行って帰って、あともう一軒かな。行けたらと思ってます。じゃあここ行きます。こんな都会の一角しね、そうそうそう。あんまり有名ではないんだけどね。まあ、あんまり来ないね、心霊配信者さんは。丸宮行きたいね。ああ、そっかそっか。こっちに出るのか。ほら、見て。普通の洞窟とかに行く？すごくない？別世界。うーわ、変なのが出たぞ。メトロ自販機、写真の怖いね、確かにね。何歳？俺のこと？おっさんですよ。めっちゃおっさんですよ。うん。いや、見て。すごい光った。わ、スタビライザーがぐらついた。80歳ぐらい。まあね。あ、40は余裕で過ぎてますよね。136ちゃい。136ちゃい。こんなとこ歩いてる人いないよね、絶対。あ、なんか画面がボケてきた。何かなって。なんか白いのが気になるな。正解。うん、正解です。うわー、すごい空気ですなー。うわ、出たー。うん、曰くあるよ。顔認証出たね、今。顔認証出たね。カップル行ってください。うーわ、これか？吸い込まれていく、うん。すごいボケてるね。まぁ、ちょっと後で検証しましょう、とりあえず。じゃあちょっとライトオンにしますね。ちょっと待って、あれにしてみようか。さっきのおじさん先回りしてる？怖い怖い、やめて。
や、運転ギャーン、ここの床、そうそうそう、そうです、自殺が多発しているとこです。あ、ちょっと待って、話しよかったな。よし、いいよ。ナイトモード、ナイトモードにしました。死神が吸い込むし、肩が重くなる感じが、ちょっとこっち怖いね、結構重いねここ、ここはいや、来てない来てない、自殺はしてない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 、さっき言うとは比にならない、そう、チーズ色のちょっと明るくなったかな、うん、黒い影見たら超危険、ちょっとこれ外そうか、撃たれるぞ。こっち来たら多分なくなってきた。危険が危ない。危険が危ない。左側を取って。看板？だって土地所有者がね、いるらしい。うん、決める。もうちょっとで終わりか。あともうちょっと。立派な木だな、これすごい立派な木だ。ん？配信切れた時やばいって、やめて、もうちょっとで終わるんだけど、なんか言った。 OK、 分かった。今ちょうど一緒だったな、レオさんとも。ちょっとどうしよっか。あと5分だ。右側もだよ。本
こに虫が集まってきてるわらわら。うん、虫がすごいね。わあ、俺この場面夢で見たかも。この場面夢で見たかも。ちょっと戻って、さっきの右側行ってみようか。なんかあそこまで行くと。デジャブ？この場面夢で見たわ。夢で見せたかも。どういうこと？どういうこと？いやーでも暗い。もう一回おじさんに会いに行こう。いや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 。霊感ないないない。霊感ない。ちょっとさ。俺が行きたかったとこじゃないんだけどな、ここ。水車とかあるとこなんだけどさ、ここじゃないんだけど。迷った。ううん、そうじゃなくて、あのね、水車のとこ行きたいんだけど、ちょっと地図ないかな。ちょっと待って、でも枠終わっちゃうんだよな。なんかすごいな、音がすごいな。ちょっと待って、おじさん誘って案内してもらう。ギャラ取られちゃうかもしれない。地図写真撮ればよかったし。うん、そうだね。ここはちょっとすごいな。ここはすごいよ、ゼオさん。ありがとうございます。ここはすごいよ、ゼオさん。ちょっと怖い。ライトが切れた、ライトが切れた。もう着いた。鳥四つ。ちょっととりあえず、大丈夫、戻った。落ち方よ。とりあえず一回戻って、ここすごいわ。こっち側はやばい。鳥四つ、すぐやります。すぐやります。こっち側は怖い。でも、いつと俺とね、大丈夫？鳥四つ。ドキドキしてる、心臓が。めっちゃドキドキしてる。もうね、まだ行かない、こう止まってる。あのね、怖い、危ないね。虫がすごい。